悪い顔するな。先輩も相変わらず絡みがうざいっすね。おお、桜井、なんだとこいつ。先輩からの無償の慈しみを。無償なのに感謝を要求するんすか。いつも考えなしに喋るんだから。チャンプ、宇崎先輩は背は低くても人間としての度量が大きいんすよね。完全に舐めてるな、貴様。もう許さん。船長のことは言うなと何度も。ちょ、先輩、今さら謝っても遅いわ。あの、いろいろ当たってて。わざとだし、帰り、コーヒーのサービスタイムだし。あまり変わらなかった。